おはようございます。今日は1月30日です。いよいよもう1月も終わりですね。朝起き会からの帰りなんですが、ちょうど家の前でねスタックしてしまいました。 Nボックス、やっぱ雪に弱いですね。 Nボックスはたったこれだけのところで腹もう乗っかって全然動けなくて、家の前だから良かったですよ。このホースでね水を30分ぐらいかかったかな、溶かしてようやく脱出しました。まあやっぱりこの輪立ちに沿って入るとダメですね。輪立ちで侵入した方がいいかなと思ったらね、やっぱその後に積雪があったりすると腹が乗っかっちゃうんだね、これ。いや教訓だわ。本当に慎重に運転しないと、家の前だから良かったようなものの、